ダンス運動とは、北海道小樽市のプロダンサー、社交ダンス指導者である、小林秀夫がダンスの初心者学習法として、独自に研究開発した初心者ダンス学習法である。既存の文化とスポーツを融合させた、ダンススポーツの研究から考案され、学校教育と社会教育を融合させた、学者融合教育を目指すものである。二0十二年一月十一日には、 小林メソッドダンス運動 CD 特選第1集が発売された。社交ダンスの分野で子供や社交ダンスの入門者が楽しみながら継続できることを一つの目標とし、ダンスを踊るために必要な基本的な動きを繰り返し、正確に行うことによって短期間で無理のない習得を可能とする。また、ジュニア指導員の養成にも活用されている。 さらに上級者が技術を高めさらに競技ダンスのレベルアップを図るためのダンススポーツのトレーニング手法としても活用されている。競技ダンスにおいては2010年アジア競技大会の競技ダンスでダンス運動塾の出身の久保田弓や久保田蘭ら兄弟が銀メダル、銅メダルを獲得し、三笠グーバイ全日本ダンススポーツ選手権大会ラテン部門で5年連続優勝した。 ミカサグーバイ全日本ダンススポーツ選手権大会では2012年までに9回全国子どもダンス運動大会が開催されている。またダンス運動塾の子どもは国竜交渉ボタン校で2010年5月開催の国際ダンススポーツ競技大会極東の杯月の団体3種目で優勝2012年5月ロシアのハバロフスクで行われた ロシアダンススポーツ大会ハバロフスク2012の9歳イカクラスの3種目でも優勝した。2012年9月、ダンス運動考案者の小林秀夫に長年五輪出場が有望な選手を育成してきたことから日本オリンピック委員会より奨励賞が贈られた。小樽市のダンス運動塾本部では年間3回学校の長期休暇に合わせてダンス合宿を行っている。 2013年3月、アメリカから特別講師を招き、全米三大ダンス競技大会の一つ、オハイオスターボールへの出場を目指して春は宿の強化練習を実施。2012年日本オリンピック委員会からオリンピック有望選手認定を受けた二組と、同志同社認定を受けた二名も練習に参加した。ムックダンスタイムの付録 DVD でも、 ダンス運動が紹介されている。リズム体操は、全員で手をつなぎ輪になった体型で、簡単なステップを踏みながら全身、後退回転、ひねりなどの動作の基本を行う。生き生き健康体操は、メレンゲの歌詞はステップを、上司は別の動作を行う。サルサでは、同じく全身、後退回転、ひねりの動作を行うことにより、ステップの基本を習得する。 この二つを基礎として、マンボ、チャチャチャ、ルンバ、スクエアルンバ、キューバンルンバ、ジルバなどのラテン種目へと無理なくつなげて展開し、さらにワルツ、タンゴなど、スタンダード種目の基本にも触れる。ありがとうございます。